まだあの光は。ああ、どこだここは。何その服、もしかして。待ってました、ようこそ浜富別町へ。浜富別町ってそもそも北海道にそんな町あるんですか？そもそも誰ですか？私は浜富別町の魅力を伝える仕事をしています。あなたたちを呼んだのも私です。そして今あなたたちが来ているのは浜富別中学校の制服です。そうなんだ。そうなんだ。では最初は浜富別町の道の駅をご案内します。せーの。はい、着きました。ここが浜富別町の道の駅です。おしゃれだな。この道の駅は2019年5月1日にオープンし、さらにはここはパン屋さんや子供たちが遊べるスペースなどを設けて年齢関係なく利用できます。俺たちも遊べるの？いや、対象年齢が12歳までなので。マジかよ。それでは次の場所に行きます。せーの。はい、次に紹介する場所はアミニティ公園です。ここはいろんな遊具があり、町の子供たちにも人気がある公園です。今は雪が降ってしまったので遊具は使えません。遊べないのか。あの、丘から降りようぜ。丘から降りるなら晴れて雪がない日がいいでしょう。幕張また来るメッセッセ。それでは最後の場所へ行きます。最後の場所か。早かったね。最後に紹介するのはこちらの子です。日本で最北のラムサール条約指定地で大沼小沼と呼ばれる大小2つの沼が細い水路でつながった変形した氷冠型の湖です。9月10月上旬にかけて白鳥をはじめ多くの渡り鳥が羽を休めにやってきます。わー、でっかい。広い。いやー、楽しかったね。また来たいね。あ、そろそろ帰るか。あれ、あれ、あの人は俺たち、どうやって来たんだっけ。あ、帰り方がわかんない。泳いで帰るか。